どうもナツメグです。どうもなるみです。はい、12月になりました。12月といえばね、アドベントカレンダーですね。アドベントカレンダー、うん、アドベントカレンダーですよ。12月といえば知ってます？アドベントカレンダーって何ですかそれ。もともとはですね、なんだろう、クリスマスのまあちょっとした催しなんですけど、子供たちは12月25日のクリスマス楽しみにするじゃないですか、うん、サンタさん来るから。だからあともういくつ寝るとって感じで待ってるわけですけど、アドベントカレンダーっていうお菓子があるのかな。なんかね、だいたいクリスマスツリーの形してるんですよ。クリスマスツリーの形をした箱で25個の引き出しがついてるの、ちっちゃい。で、1日ごとにそのちっちゃい引き出しに 日付が入ってあって、1日の箱を出すとお菓子入ってる、翌日2日には2日の箱を出すとお菓子が入ってるみたいな、そんな感じで1日1個お菓子を食べながら25日を待つっていう。多分カルディとか無印にも売ってるのかな、このアドベントカレンダーっていうのが。子供向けのね、お菓子ですけど、それがなんかネットでも結構昔からちょっとイベント化されてて、要は一つのテーマで12月1日から25日までみんなでブログを書いていこうと、そういうのがなんかネット上のアドベントカレンダーとかそういう風になってるんですよね、うん、っていうのは今年僕らの方でどんぐり FM リスナーのアドベントカレンダーっていうのをやってみたら、ほんと25日分埋まってくれて、それがすでにスタートしてるわけですね。読みました、夏目さん。いや、読みました。面白いですね。ね、初日はね、もう合計10話ぐらいゲストに来てくれてるクシーさんが書いてくれてね。あの人何あれ、天才あの人もうね、元祖ブロガーおじさんですからね。もう15、6年とかブログやってて、これアドベントカレンダーみたいな、そういうネット古来のお祭りも慣れてるからさ、書き方がもうこなれてるわ。もう、うん、こなれてるね。で、裏どんぐりはこういう場所ですよみたいなね、長い記事を丁寧に書いてくださって、こなれてるね。こなれてるよね。あれって皆さん、あのね、アドベントカレンダー12月1日の牛井さんの記事見てほしいんですけど、うん、すごい正直言うとめっちゃゲラゲラギャッハッハっていうのないと思うんですよ。で、あと多分5秒ぐらいでパーって読むと思うんですよ。10秒とかで、で、へーってなるだけっていうかもしれないですけど、あのね、エラーがないっすよね。うん、あの過不足なくあらゆる情報が載ってる、うん、ウィキみたいになってもんね、すごいね、説明書みたい、綺麗。上の方から順番にドングレフとはこういう番組ですと、その中に聞ける場所はこれですよと、順番にちゃんと説明していてね、うん、ここを読むと何もかも分かるっていう場所として、僕らもここ見読んでいきたいもん、これから。素晴らしすぎる、うん、ああいう人がいるんだな。まあいるよな、すごい、ね、うん、このクシーさんの記事ってドングリウヘム公式サイトの記事よりも分かりやすいんだもんね。分かりやすい、貼っとこ、貼っときたいよね詳しくはここ見てくださいです。もう全て済むっていうぐらいね、網羅されてるんですよ。さすがですね、これはね。さすが。で、その次の日は、佐々木崎咲さんっていう方が、どんぐりエヘムクイズっていうのを公開されてね、初級編、上級編、マニアック編とかね、3段階いろいろ分かれていて。うん、初級、中級、上級じゃないですね。ね初級、上級、マニアックっていうね。まあちょっと、不思議なランク分けになってるんですけど、僕、初級間違えましたね、これね。難しかった。あれでしょ ?3 問目でしょ。そう。3問目は確かに僕は合ってましたけど。うん、夏目さんの発言だから、ね。あれは一瞬、うん、一瞬迷うね。いや、これね、喋ってても難しいわ、もう。過去5年もあるから一応僕は全部全問正解です。すごいね、うん、まあ編集してたからね、僕は。あ、そっかそっか。あの前、うん、過去のは確かに編集してたら分かるよね。1回喋ってそれを2週間以内ぐらいにもう 1,2 回聞いてるわけじゃないですか、はいはい、そうだね。で、実際に自分で聞いたりするとさすがに覚えるんですけど、今回僕編集しなくなって喋りっぱなことは覚えてねえな。それはあるな。うん、そんな風にね、どんぐりリスナーと楽しめるっていう記事がね、毎日1個上がっていくので、これから、うん、ぜひ皆さん楽しみにしてもらうとね、楽しみ、僕らもすごい楽しみにしていてね。ちなみに25日で終わるわけですけど、24日が夏目さん、25日が僕という風に一応なってますけども。何その、もうこれ偶然でしょ。偶然。うん、夏目さん何書くのこれは。全然何も考えない。え、これってどんぐりに関することを書くんですよね、さすがに。一応そうっすね。夏目さんがどっか会社辞めるとかはもう結構どうでもいいので好きな音楽は踊るポンポコリンですとかダメですよね。ではないですね。へえ、ちょっとブログ書くの結構よいしょって感じなんだよな習慣がないんでね。そうだよね。うん、なるみさん何書くんですか。なんだろうね、あんま考えてないんだけど、まあ今年どんぐりはこういうことやってきましたとか、こういうことがありましたみたいなのを軽く振り返ってみる感じですかね。うんうん、うん、そうっすね。もう年末ですね。でもね、これやり始めるとね。アドベントカレンダーって、うん、パール界隈のから始まってるんですかね。あ、そう、なんかエンジニア文化だったような気がするね。うんうん、なんかクシーさんが詳しいのでそういうの言ってましたよね。言ってた言ってた。へー、え、なるみさん音声のもやってます。やってます。ポッドキャスト配信したり、聞くのが好きな人が書くっていうのを僕やってみたんですけど、うん、こちらもね、25人も埋まってるので、すでにいくつか公開されていますね。それも楽しみですね。そうですね。
いやー、こういうのいいな。なんか僕ちょっとねひねくれ者なので、こうやってみんなでワイワイするとき逆張りしたくて、なんかそういうのでなんだろう、ワイワイするのってどうなのみたいな反骨精神満載なんですけど。反骨精神っていうの、そういうのひねくれも、ただのひねくれ、うん、けどこれは面白いですね、実際やってみると。まあ同じテーマでいろんな人が書くのって他のが見たくなるじゃん。うん、面白いねこれね。でもこれちょっとね、なんかあの、はいはいはい、あなたはそういうの書くのねみたいな、なんだろうな、なんだろう、オーディション受けてる感じしますね。みんなが同じ場所で、はい、せーのドンってやられると、なんだろうね、試されてる感というか比べられてしまう。まあ本当はそう、でもほんとね、そんなこと気にせずに好きなこと書いて、別にいいねされようがされまいが、それに乗っかってるのが楽しいよねっていうスタンスで。本当そうっすね、言ってくれたら。串井さんがね、いきなりハードル上げてきましたけど、もう一切気にせず、うん、好きなことを書くっていう場ですね、うん、基本携帯するのは自分の場所ですからね。うん、確かに。リンクをここに一応集約するってだけなのでね。これってノートに書かなきゃダメなんですか？いや、そんなことないですよ。別に何でもいい。串井さんはライブラブラやってますし、あと音声配信でやるっていう人もいますからね。うん、なるほど。アドベントカレンダー、ぜひ皆さんね、これを機にいろんなアドベントカレンダー見ていただいてもいいですし、どんぐりのいろいろ開いて、あ、これ楽しみだなとか、次どうなるんだろうとか、この記事面白いなって見ていただけると。そうですね、リンク貼っておきますので、ぜひ。そうですね、うん、いやー楽しみだ。